ついに念願のなおちゃんと FC 周りのあなた試合を見に行きます。FC 周りはスタジアムもすごいいいっていうのを聞いてるから、そうなのです。ちょっとその辺も私初なんで、すごい楽しみで、試合が始まる2時間前にメンバーが発表されるんですよね。で、まあ試合直前に見られる方もいらっしゃるかもしれないんだけど、私は基本的に2時間前に絶対チェックして、どの選手がスタメンかとか、あそこのポジションかなとかっていろいろ考えながらスタジアムに行ったりとかするんですよ。そうなんだ。そろそろ発表されているはずかな、発表されてるかな、はい、なのでちょっとチェックしたいと思います。チェックしてみましょう。スターティングメンバー、ゴールキーパー修行さん、3番コマノ、ディフェンダーが駒野さん、園田さん、原田さん、上原さんで、山田選手、久住選手、橋本選手、宗谷選手、島村選手、ヴァルデマール選手が今日のスタメンです。はい、控えの選手がですね、オスカル選手、近藤選手、平岡選手、福田選手、宮尾選手、高瀬選手、自分の地域に根付いているチームだと、ホーム戦見に行けばその選手が目の前で見られるわけじゃないですか。確かに確かに。ちょっとめっちゃワクワクしてきたじゃん。でしょ。わかる。さあ、もうそこに見えてるのがスタジアムです。ここじゃない？あ、でも多分ここはね、この上？あそこがスタジアムと、あそこがスタジアムです。いやー、到着しました。いや、なんか結構さ、盛り上がってる感じが、いっぱい、ね、お客さんもいるし、いや、ちょっとなんか楽しみ楽しみね。あー、でもなんかこういう雑貨屋さんとか、あっちの方にはフードブースがあったり。そうそう、なるほどね。じゃあ試合までの時間はちょっと楽しんだり。ここここここ、ガチャガチャが、あ、どの選手が出るかな。誰だ誰だ。じゃん。ちょっと待って、近藤選手だったかな。近藤高虎選手だ。じゃあすごいね、なんかこのかわいい。さあ誰が出るかな。お、お、早かった。ありがとうございました。誰誰、じゃん、あ、高瀬大成選手。おお、なんか応援フォトスポットというのがあるので撮ってみましょうか。見て、めっちゃくちゃ美味しそう。カレー、スパイスカレー。待って、めっちゃいい香り。カレー屋さんの目の前に通った時の匂い。めちゃくちゃ美味しいよこれ。嘘。スパイシー感もあるんだけど、なんかそんなにこうすごい辛いっていうわけでもなく、でも香りがね、こうスパイスの香りがめちゃくちゃいい。だってここまでもすごい香りする。サフランライスと合う。美味しい。だからなこちゃんカレー好きなんだよね。そういえば。大好き大好き。しかもこういうなんかエスニックっぽい。グッズ売り場もいろいろで、アーマーリサーチとかもスポンサーで。そうなんだ。そうだから、なんかコラボのやつがあったり。いいね。着せたい。もううちの子たちは着られないけど。サイズアウトだな。けどなんかこう子供がちょっとオーバーサイズのユニフォーム着てる時ってめっちゃ可愛いよね。確かに確かに。なんかすごいね、皆さん着てるもんね。そのポーターも。あ、かわいい T シャツ。え、これがそのコラボのやつ。いや、多分違う。どう違うんだ、え、かわいいね。ね、なんかこうちょっと普通に着てもいいぐらいのかわいさね。おお、あ、すごっでしょ。ピッチと観客席